ローデシア紛争は1965年から1979年にかけてアフリカのローデシアで戦われた紛争である。戦争前のローデシアはイアン・スミスが南ローデシア植民地政府首相を務める白人優位の地域で有色人種の独立運動は弾圧されていた。創始国不佐国は相次ぐアフリカ諸国独立で植民地時代の終焉を悟り、 黒人の参政権を保障する形でのローデシア独立を求めた。しかし、白人政権はこれを拒否し、1965年11月11日に英国からの一方的独立宣言を行い、英国総督を追放した。以降、ローデシア政府軍と中祖の支援を受けたアフリカ人抵抗勢力のゲリラ闘争が本格的となり、 近隣諸国を巻き込んだローデシア紛争に発展する。ローデシア紛争は1979年12月29日の戦闘終結まで継続した。また、ローデシアと同じくアパルトヘイト政策を推進していた南アフリカ共和国とアフリカ植民地の独立運動を抑えたいエスタドの母体成果のポルトガルが政府側をザンビアやタンザニア、リビア、 エチオピアなど、ブラックアフリカ諸国が、反政府勢力側を支援したほか、北朝鮮軍が、ピョンヤン近郊の基地で、ZANU の兵士に爆発物など、兵器の使用訓練を施していた。1979年6月には、キューバとモザンビークが ZAPU 及び、ZANU に対して直接的な軍事支援を、申し入れたが双方ともこれを辞退している。また、 イギリス本国も実行されたかどうかは不明確だが、ローデシア政府に対する和平圧力として、反政府ゲリラ組織へのイギリス人顧問の投入や、傭兵部隊の導入などを言明していた。ありがとうございます。